先ほどからまあご案内のあります通り、まあ、本日をもちましてこのパルシティ高等が1年間の改装も休業ということになります。まあ、いわゆるさよなら公演ということになりました。まあ、本日そのさよなら公演のトリを務めさせていただくということになりました。まあさよなら公演ということになりますと、まあ、思い出しますのが昭和59年9月、どうでしょう皆さん。蔵前国技館、最後の場所ということですね。覚えていらっしゃる方おりますでしょうかね。鏡山部屋の、平幕たがりの奇跡の優勝、もう割れんばかりの大歓声、本割が終わりまして表彰式も終わりました。まあさよならのセレモニーということになったんですが、まああろうことか、まあ全力士が締め込み一つで、登場してまいりました。ペンライトをかざしながらこう蛍の光を大合唱するというですね、恐ろしい光景がありました。まあ、会場のまあ皆さんもファンの方も一緒になってもちょっとドギマギしながら蛍の光を歌っていたということになります。今日もですねその例に習いまして、私のこのお話が終わりましたら、本日の演者一同がエッチフンドシ一枚で出てまいりまして、ペンライトを掲げながら蛍の光を歌うということになっておりますので、どうぞ皆さんの方もですね、何でしたら裸になっていただいて同じように蛍の光の大合唱ということで、締めたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まあ冗談ですけれども、まあ、本気になった方はいないんですけどね、まあ、あの酒酒酒と酒三代続きまして、もうなんか気の弱い方はだんだん気持ちが悪くなってきちゃうかと思うんですけどね、だいぶなんか場内も酒臭くなってきたような気がしますけど、まあ私どもはこの後また飲みに行くやつんでね、もう酒酒酒また酒みたいね、書いちゃう人もお酒になんて書いちゃうんですけどね、もうあれがだいぶ気持ち悪い日が続いておりますけども、まあそんなことでまた最後の話もお酒の話で、お酒飲む人花ならつぼみ、今日も酒酒明日も酒なんて申しますけどね、まあ皆様もお飲みになる方結構いらっしゃると思います。まあ、私もまあ嫌いな方ではありませんので、まああの飲んだりすることもありますし、まあ、先ほどのお話じゃありませんけれどもね、まあ、ちょっとご馳走になったりすることもあります。まあ、ただね皆さん最近忙しいですからね、まあ、ご馳走になろうと思って、まあ、よそ様のお宅にお邪魔をしてさあ飲もうかということになりますと、ちょっとねごめんなさい、すいません、あのね一緒に飲もうかと思ったんですけど、ちょっと休養でねもう出かけなきゃいけなくなっちゃいましてね、あのねちょっと一升瓶置いときますからね、あの先にやっててくださいなんてことがあるんですよ。まあでもどうですか、お邪魔をして、一升瓶ボンと置かれてもね、まあ、こっちも遠慮しいしですから、まあどうですかね、まあコップに1杯か2杯ぐらいじゃないですかね、残るのは許せよ。おお、これはどうも近藤様お久しぶりでございますな。うん、どうじゃ番頭、飽きないの。何をおっしゃいますか、もう禁酒令だということで本当に参りました。まあ、手前ども境は毎月毎月お小屋の方を当てにしておりますので、もうそれがもう出入り止めということになりましたので、もうどうにもこうにもなりません。しかしまたなんで禁酒令だなんてこと。知らん。家中の若い者2人、あ犬山とサルサーだ。あー酒の上からつまらんことから言い争いになって。まあ、そのうちに肩組に手をかけてやるか来るかと始まってしまう。まあ腕前は犬山の方が上だ。サルサー切り伏せると血刀下げて小屋に帰ってきた。えらいことになりましたな。うん、まあしこたま飲んでおったからな、倒れるように寝てしまったんだが、目を覚ましてみると枕元に血刀が、だが何のことだか覚えていない。そのうちにサルサーが切られたが何かあったかと同僚が駆け込んできた。まあ、それでやっと思い出した。昨日は酒の上でつまらんことから家争いになってサルサーを切り伏せてしまったと、まあ、泣きながら話し始めた。あその上にこの始末にあってんで、ああ同僚の目を盗んで腹を切って死んでしまう。ますます偉いことになりました。これがまた殿の耳に入ってな、酒のことで大切な家来を二人も失ってしまう。これより世の藩で酒を飲む方は一切まかりならん、一同のもの禁止をいたせと。まあこうなった。それで禁酒令。まあ初めのうちは誰も一滴も口にしなかったんだが、まあそのうちにまあ外で少しならいいだろうと始まってしまってな、まあ、あから顔で帰ってくるものや、もう中にはヘベルケになって帰ってくるものも出てくる始末だ。周りのものも飲みたいものばかりだから誰も止めやす。まあ上役の方々が大層心配してな、ああこんなことがまた殿の耳に知れたら、ああまた偉いことになる。まあ評議を重ねた結果、ああ小屋の門のところに番屋を設けることにした。戻ってくるものはそこで取り調べる、持ち込まれる品物はそこで改めるという、まあ厳しいもんじゃ。まあ、誰が言い出したか、禁酒番屋じゃ。はあ、えらい厳しいことになりましたな。もうそういたしますと、近藤さんもお酒の方はもう控えてらっしゃる。うん、ああ、好きな酒じゃ、ああやめるわけにはいかん。うん、
まあ小屋内で飲むわけにはいかんからな。まあ表では盛んにやってる。まあ今日も好きなものが集まってこうやろうというわけだ。久しぶりにこの店の前を通りかかったらな、相変わらず良い匂いじゃ。ああ番頭どうじゃ、久しぶりに一杯ついてくれんか。いやいやいや、それはできません。いや、それお召し上がりいただきたいのは山々でございますけれども、もしもまたここで召し上がったなんてことが知れますと、ああすぐに小屋に帰るわけでもない。ああまたよそで飲み直す。ああその方に迷惑はかからんだよ。いそれでも知れますと。何を飽きないだろう。上がるぞ。あ、ちょっと近藤さんお待ちを。まあ無理やり奥に上がりますと、番頭に一杯つかせました。相変わらずうまいの。うん、もう一杯つけて。お強い方でたちまち2杯焼けました。ああ番頭、無理を言ってすまなかったな。ああ無理を言いついでに無心があるから。ん、ああそう心配そうな顔をするな。夕刻までにな、この酒を身共の小屋に一生届けてくれ。いいえ、それはできません。飽きないでございますんでね。それは1合でも2合でも、まあ、おりはしたいんですけど、こうやってお飲みいただくのだけでももうおかなりっくりでございます。それはもうお小屋にまではもう運ばない。それはできません。何しろ番屋がありますんで。まあ無理は承知だ。無理は承知で頼んでおる。その方の知恵をもってすれば通れんことあるまい。どんなに知恵を働かしましても番屋で調べられますんで。金ならいくらでも払うぞ。どうじゃ。まあ、何お金頂戴いたしましても、まかり間違って首でもはねられますと。何でしょう。歩くのに見当かつかんとでも思うすか。いえいえ、そんなことじゃすみませんので、とにかくご勘弁を。私この話聞かなかったことにさせていただきますんで。何じゃ。聞かなかったことにいたすとは無礼である。身どもは確かに申したぞ。その方も確かに聞いただろ。そんなつもりで言ったわけじゃないんですけど、もうどうかご勘弁を。いつから通い水くそ。酒屋がそう水くさいようで飽きないになるんですよ。武士がこうして神戸を垂れて頼んでおる。それでも嫌。どうしても嫌。まあそれでも嫌なら仕方あるまい。しかし身どももひとたび口外したこと、まあ、その方から露見ということになると、これまた面倒なことになる。その方の首をここで跳ねればならん。うん。おい、首を差し出せ。早くせ。そこはどうかご勘弁をいただきたいんです。そう。じゃあ夕刻までに一升良いな。それも何じゃ。これも嫌、それも嫌では話になる。ああ、ならんならん。一升届けよう。良いな。あ、ちょっと近藤さんお待ちを。言っちゃったよ。だから私は酔っ払いは嫌いなんだよ。どうすりゃいいんだよ。番頭さん、番頭さん、私にやらしてくださいね。お前が。いやいや無理だよ、番屋で調べられるんだよ。私に考えがあるんです。いいよ、このなりじゃいけませんからね。私向こう横丁の小月堂、菓子屋に行きましてね、もう飯店から何から何まで借りてきちゃいます。私菓子屋になっちゃいます。それで何ですか、最近カステラっていう美味しいお菓子が出たそうじゃありませんか。いい、私はまだ頂戴したことないんですけどね。でその一番大きな売りを買ってきまして、まあ、カステラは外に出しちゃいまして、そこにこうゴンゴロックユニフォーム入れました。また蓋をして、のしをし、また水敷を敷いて、カステラでございまして通るんですよ。どうです、これなら分かりっくありませんよ。近藤様、お金はいくらでも払うっておっしゃったんでしょ。一番大きなカステラ買ってきましょうよ。おいしいですよカステラ。カステラはうまいだろうけどね。そっちはうまくいくのかい。行きますとも、やらしてくださいな。お願いでございます。おーれ、どちらに参る。近藤様のお帰り参ります。何、近藤氏、それも何者じゃ。向こう横丁の菓子屋でございまして、カステラのご注文でございます。カステラ。ご同役、聞きました。家中切っての酒飲み近藤が酒が飲めなくなったもんで、カステラを食するようになったとはな。変われば変わるもんじゃ。その方、菓子屋だな。菓子屋でございまして、よろしゅうございますか。いよいよ、薬味の出前じゃ。中身を改める。こちらへ持ってこい。ほら、カステラでございまして。カステラは分かって、薬味の出前じゃ。中身を改める。持ってこい。近藤様のお金は
近藤氏も分かっておる。役目の手前じゃ。中身改める。早く持ってこい。早くせい。早くせい。なんかお使い物にされるそうで、血とか水引きとかがまた汚れたりシワになったりすると、手前どもも困りますし、ご迷惑にもなりますので。何じゃ、新物か。どうりで近藤がカステラとはおかしいと思ったわ。ご同役どうやらよそに回すそうじゃ。改めるにも及ぶまい。面倒なことになってはいけませんから。ごもっとも。新物だな。よかろう、通ってよいぞ。よろしゅうございますか。ありがとうございます。お役目ご苦労様でございます。どうぞ。ありがとう。それじゃ失礼いたしますね。どっこいしょ。待てい。その日は何と申した。どっこいしょと申したな。カステラはさように重いもんではないぞ。これは私の口癖でございましてね、何でもかんでもどっこいしょなんですよ。朝起きた時も女どっこいしょ、道端で誰かに会ったらこんにちはどっこいしょなんですよね。最近じゃもう寝てる間もなんかどっこいしょなんて言ってるらしいんですよ。何言ってるのか。怪しいやつ、持ってこい。控えておれ。水引きは身どもがほどく。後で勝手に置いとけ。控えておれ。控えておれ。なんじゃこれ。あ、とくりではない。とくりでございますな。とくりでございますなと済ましてるやつ。あ、その方先ほどカステラと申してたではないか。このようなとくりに入るカステラというものがあるのか。え、これ、最近手前どもで出しました水カステラでございました。水カステラ。ふざけたことを申す。門番おらぬか。ああ、な、湯飲みを持ってまいる。あ、いえ、そっちの大きい方にせい。うん。これより中身を改める。偽り申すとただではおかんぞ。控えておれ。控えておれ。控えておれ。見ただけでは分かりません。匂いだけでも分かりません。控えておれ。カステラ、ご見分を。おお。身どももここのところ水カステラを改めておらんが。おっとっとっと。水カステラそんなに勢いよくつぶもんではない。こぼれてしまう。なかなか良い水カステラでござるな。手前先ほど急いで調べをいたしましたゆえ、今一つ腑に落ちぬところがございます。調べに手落ちがあってはなりません。水カステラを今一度こちらに。厳しい踊り調べを。控えておれ。控えておれ。水カステラ。その方カステラと申した。かようなカステラがあるか。この偽り者が。立ち返れ。あ、ごめんなさい。さよなら。ただ今帰りました。お、帰ってきたかい。え、どうだった、うまくいったかい。え、お花はトン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 と言ったんですよ。でもね、私がね、檻を持つ時にどっこいしょってしちゃいましたね。どっこいしょ、まずいこと言ったね。でね、疑わしいからって言ってね、箱開けられちゃいましてね。で、とくり見つかっちゃいましたね。なんだって言われたんで、
水カステラですって言ったんです。またおかしなこと言ったね。中身改めるとガブガブガブって飲まれちゃいましてね。で、ほら、かようなカステラがあるから、この偽り物が立ち返れ。ごめんなさい、さよならって。あはじゃないよ。え、なんだ、一生飲まれちまったじゃな。ダメだよ、ダメだよ、もうあのね、どんなことしたって番屋で調べられるんだから、ダメですよ、もう。番頭さん、今度私にやらしてくださいな。え、お前、ダメだって、あの番屋で調べられるんだから。大丈夫ですよ。私はね、檻になんか入れて持ってきませんから。え、何に入れて持ってくるんですか。あのね、私はね、あの一生どっくり裸でそのまま持ってきます。バカなこと言っちゃう。え、あのね、檻に入れたって調べられるんだよ。こんなむき出しで裸で取れるわけないだろ、いい。下手な小細工するなって話なんですよ。いえ、あのこのなりじゃいけませんからね。私向こう横丁の油屋行って、あの反転から何から何まで何借りてきちゃいます。私あの油屋になっちゃいます。え、それでね、一生どっくりの周りに油ベタベタベタって塗りたくりましてね、油の染み込んだ表面キュッと縛りましてね、油屋でございます、油の注文でございますって通るんですよ。どうです、これは分かりっこありませんから、やらしてくださいね。お願いでございます。あれ、どちらに参るか。近藤様のお金参ります。はい、またっけ、また近藤の、また近藤と申します。その方何者じゃ。油屋でございまして、油のご注文でございます。油、中身改める、これ持ってこい。ほら、油でございまして、あのお召し物とかがまたいっぱいありますと、ご迷惑あります。かまわん、こっち持ってこい。水カステラのことがございます。もう承知を切る、どこい。神改める、偽り申すとただでベタベタしとる、あくさ油じゃった。神改める、ダメる、偽り申すとただで、め、書いておれ。良い油でござるな。ほら、その方は今油と申したな。かような油があるか、この偽り者が。立ち帰れ。あ、ごめんなさい、さいなら。ただいま帰りました。おお、帰ってきた。どうだ、うまくいったか。ダメです、もう今度が鼻から疑ってましてね、あの水かしたら良くなかったんですよ、あれが。中身改めるって、ガブガブガブってね、飲まれちゃいましたね。ほら、かような油があるか、この偽り者が。立ち帰れ、ごめんなさい、さいなら。あーはじゃないよ。え、なんだ、結局二升飲まれちまったじゃないか。あのね、こんなことがね、旦那様にしたら私は怒ることですよ。え、どうしてくれるんだよ。また担当さん、もう一回だけ私にやらせてください、ね、え、お前ダメだよ、泥棒に酔いずにいた、まさにこのことだ。 あのね、調べられるんだからね、ダメですよ。え、でもね、悔しいじゃありませんか、そんな言われなくてもいい偽り物なんて言われて。でもダメですよ、あのね、これでお前がね、またあの一升持ってってね、飲まれたら都合三升になっちまうんだから。大丈夫ですよ、私酒なんか持ってきませんから。何持ってくんだ。え、あの、私あのしょんべん持ってきます。なんだって。あのしょんべん持ってきますよ。あのね、バカなこと言っちゃいけない、相手はお侍で。大丈夫ですよ、あのね、私はね、しょんべんをしょんべんつって持ってくんですから。嘘偽りないんですから。大丈夫です、やらしてくださいね。お、ちょっとみんな集まってくれ。あのな、ここにな、空の一生どっくりがあるから、この中にみんなの気持ちを少しずつ入れてほしいんで。少しずつ構わないか。あ、やってくれるかい。そうかい。あ、ありがとう、ありがとう。お、佐田吉、お前か、まあお前まだ小さいからな。まあお前今やっちゃうと今日も熱唱弁の分なくなっちまうから、まあやめときな。うん、お清さん、お前さんもかい。いや、気持ちは嬉しいけどね、女はやりづらいよ。え、あのね、こうしましょう。じゃあ今度こういうことがあったらね、あの金だらいとか情報とか用意しておきますから、ね、ちょっとお願いしますね。え、どうしたい。抜けなくなっちゃいました。余計なこと考えながらするんじゃないよ。大騒ぎになりました。もう一生どっくりなみなみと詰め込みました。お願いでございます。どれ、お知らに参るか。え、あの近藤様のお帰りました。また近藤です。寝てる場合ではございません。また近藤のとこに参る。それも何者じゃ。え、あの向こう横丁の署名屋でございまして。署名屋、聞いたことござん。その、それ持ってるものなんじゃ。それは
正面のご注文でございました。バカー、むしろ愚弄してよ。そのようなものを当屋敷に持ち込んでいかがいたすのにか。何でも松の肥やしか何かにするそうで、とにかく極上のものをかき集めてまいりました。赤身洗ったんだよ、持ってこい。最初カステラ、次は油、今度は小便と申してる。小人というのはバカなもんでござる。赤身洗って食べる、座り申すとただでよ。どうやら今度は看護して持ってきたようじゃ。温かい人肌じゃ。こしゃくな真似をしよって控えておれ。中身改め、湯飲みが3つにも4つにも見えますな。だいぶ泡立っておりますな。いや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 、今しりじゃ。目にツンときますな。勘のつけすぎじゃ。髪改める、偽り申すとただでよ、控えておれ。なんじゃこれ。ですから先ほど手前先ほどから小便と申しております。分かっておる、この正直者めが。ありがとうございました。